生2スパイラルネメシスが前作を上回るスケールでアトラスから登場。フィールドはシナリオ用の戦闘マップとそのマップ間の移動に使うエリアマップからなります。戦闘マップは斜め上から見下ろすクォータービュー形式でコンピュータライズされた画面構成になっています。プレイヤーはこのマップを一つずつクリアしていくことになります。魔人転生2では多くのシステムに変更を加えました。戦闘アニメのオン・オフを選べるコンフィグ機能はもちろんのこと、ゲームに登場するアイテムを全部持てたり、魔法やアイテムの効果説明文がついたり、戦闘時には必要データが一覧できたりなど、ユーザーフレンドリーなシステムを追求しました。登場悪魔は32種族約250体と前作の2倍以上になっています。仲間になった悪魔は戦闘で得た経験値によりランクが上がっていきます。どんどんランクを上げると特殊攻撃を覚え、さらにパラメータもアップします。悪魔ユニットによっては武器や防具も装備できるようになりました。これらのシステムにより同じ悪魔でも育て方で全く違ったものになったりもします。戦闘を繰り返して悪魔のランクを上げていくか、それとも合体で強い悪魔を作り出すか、あなたの戦略に見合った方法を探してみてください。さあ、いかがでしたか。一新されたコンセプトで高い戦略性を生み出すタクティカルシミュレーション RPG 魔人転生2スパイラルネメシスは95年2月アトラスから登場です。このゲームは初心者にもルールを覚えながら楽しくプレイできる入門編と、実機と同じ設定でプレイできる実践編の2つのモードが用意されている。それでは実際に台を選びプレイしてみよう。ドキッとするほど綺麗な液晶画面で有名な CR 名画、業界初の横スクロールするスーパーリーチ。やった、大当たり。ホールでの感動と興奮が体験できる。うん、まさに本物だ。大当たり中のキャラクターのアニメーションも大迫力。ラウンド中は可愛い女の子と一緒に美術館巡り。勝負師もうなる権利者アトミック。まるで宇宙旅行を彷彿させるセンター画面。剣術派タイプが選ぶ羽物、冒険島。回転する中央の太陽は大当たりへの道案内か。それではホール攻略に必要な要素をいくつか紹介しよう。パチンコで勝利をつかむ重要なポイントは釘の状態。各台の釘の状態を見極め、球の流れを把握しよう。次にパーラーステーションタマちゃんは、それぞれに違う大当たり回数や指導入賞回数、出玉グラフなどデータを見ることができる。大当たりパターンの研究、スランプの周期などを把握し、完全制覇を目指せ。タマちゃんを駆使して勝利をつかもう。鮮度抜群、タイムリーな機種選択。初心者からマニアまでの幅広い対応。忠実なシミュレーション。迫力の大画面。平和パチンコワールド、ついに完成。省エイシステムが送るパチンコファン待望の話題作、平和パチンコワールド、1995年2月下旬発売予定。ラストバイブル3にはたくさんのフィーチャーが詰まっています。
残念ながらここでは全部を紹介できませんが、ちょっとだけお見せしましょう。一つ目が好感度グラフです。モンスターとの会話を絵と数字で分かりやすく表示しています。モンスターの感情が一目で理解できるのと、会話に時間の概念を取り入れたリアルタイムトークにより、本当に魔獣と話をしているような雰囲気を味わえるでしょう。2つ目が魔法の MP 自由設定です。シエルが学校で習う魔法とモチョアのプリズム魔法は消費 MP を自由に変えることができます。弱い魔法でも MP をたくさん使うことで、とても強力な魔法へ変えることができます。その時の状況に応じていろいろ使い分けてみると良いでしょう。最後にモンスターノート。カードをインプットすればモンスターのステータスを見ることができ、戦闘中にはモンスターの最大ヒットポイントが表示される優れものです。カードの入手方法は3通り。魔獣が落とすか、人からもらうか、そして宝箱や樽の中から見つけるかです。全部で210枚あるカードをあなたはいくつ自分のものにできるでしょうか。これ以外にも魔獣を預かってくれるスミス&ウィリアムス紹介、魔獣の魂を宿す剣、前作でもおなじみの魔獣の卵、そしてキャラごとに設定できるおまかせオートバトルなど、盛りだくさんのシステムがプレイヤーを楽しませてくれるでしょう。ゲームボーイでは成し得なかった世界を余すところなく表現したスーパーファミコンソフトラストバイブル3は、95年3月下旬余価1万800円でアトラスより登場です。どのモードでも台のデータや出玉グラフの表示ができ、バックアップラムの搭載によりデータの保存も OK。 台の攻略に必要なノウハウを研究する攻略モードでは、プレイに入る前に各台の特徴や攻略ポイント、確率変動時、権利時の打ち方など、初心者の方にも分かりやすく具体的に解説します。大当たり確率を高く設定することも攻略モードなら可能。日頃のストレスを解消するのにはうってつけのモードです。打った球の軌跡をいくつか半透明にしながらスローモーションで表示、さらに深く研究することができます。こういった各種モードに加え、釘の調整まで可能になり、自分で重要なポイント釘を調整することでプレイヤーのパチンコ台攻略に役立つでしょう。このようにパーラーパーラーはパチンコ店では難しい攻略研究も家庭で存分に行うことのできるパチンコファン必携の一本なのです。お楽しみに。スーパーファミコン用ソフト、京楽、三洋、豊丸、パーラーパーラー、パチンコ三社実機シミュレーションゲーム、16メガバッテリーバックアップで近日発売予定です。スーパーファミコンに新たな冒険物語がやってきた。キャラクターデザインにあの江川達也を起用、ナグサットが送る涙と笑いのドタバタアクション RPG、 ホーリーアンブレラドンデラの無謀。
どこからともなくやってきた不思議な力を持つ運命の傘。すべての冒険は主人公ケンイチが雨の中で一本の傘を拾ったことから始まった。傘を手にした瞬間、雷鳴とともに別次元の世界マージェンスに紛れ込んでしまったケンイチ。そこで彼は恐ろしい魔力を手に入れた悪の大王ドンデラと壮絶な戦いを繰り広げることになったのである。君はマージェンスの世界で数々の謎を解き、強敵を倒していかなくてはならない。まずは町の人々に話を聞こう。アイテムや冒険の重要なヒントが手に入るかもしれないぞ。さあ、準備が整ったらいよいよアクションステージだ。さまざまな罠をかいくぐり、傘を利用して襲いかかってくる敵を倒していこう。傘の利用方法は攻撃だけじゃない。いけそうもないところだってこうすれば、ほーら、オッケー。このゲームで重要な役割を持つ傘だけど、実は一本だけじゃないんだ。いろいろな場所に隠された鍵を教会に持っていけば、さまざまな能力を持った傘を手に入れられるぞ。まずは氷の傘。敵キャラを凍らしてブロックに変化させることができるんだ。こうすれば攻撃しやすいね。続いて炎の傘。敵を炎玉に変え、それを投げつけて相手を焼いてしまうことができるぞ。さらに風の傘。こいつを投げると自動的に相手を攻撃してくれるというわけだね。この他たくさんの傘が登場するから場面によって変えていこう。それではここで登場人物を紹介しよう。ケンイチ、このゲームの主人公。元気でちょっとエッチな小学5年生だ。傘を使った攻撃が得意。そしてこの不思議な生き物はボント。マージェンスに太古の時代から生息する妖精族の一種。大きいボンドとは関係ない。ボンドの得意技は狭いところでも入っていけるってこと。そしてこの二段ジャンプ、高いところにあるコインも楽々キャッチだ。おっと、元気な女の子の登場だ。彼女の名前はサキ。マージェンスの考古学者ブラントの一人娘だ。彼女の得意技は天井の低い場所をすり抜けるスライディング、そして忍者のような壁蹴りジャンプだ。このようにそれぞれのキャラクターには特有の能力があるから、うまく使い分けて攻略していこう。悪のドンデラ八人衆を倒しマージェンスを救え。企画監修本宮博士、キャラクターデザイン江川達也、豪華スタッフ陣とナグザットが放つ期待のアクション RPG、 ついに登場。不思議な傘に導かれた少年の冒険が今始まる。スーパーファミコンに新たなる感動の物語、ドタバタアクション RPG、 ホーリーアンブレラドンデラの無謀。95年春、聖なる傘が開かれる。大宇宙を制するのは誰か。超本格化 SF シミュレーションついに完成。創世気象ボーグ。壮大な大宇宙を舞台に巨大艦隊が激しい攻防を繰り広げる。ナグザットが送る新感覚のリアルタイムシミュレーションがついにスーパーファミコンに登場だ。君は宇宙の四大勢力の一つ、リーダーパイレーツの指揮官となり、巨大複合艦隊を操り、さまざまなミッションを遂行しなくてはならない。マップ上には自軍及び敵の位置が表示される。緑色が君の艦隊、
そして赤が敵艦隊だ。プレイヤーは自分の艦隊の進路を決定し、敵と戦うことになる。マップ上の赤や青のマスは通過するとダメージを受けるので、できるだけ避けて通りたい。また緑のマスはスピードが遅くなる。このように進路の決定は重要な要素となるのだ。戦闘はお互いの距離が縮まると自動的に行われる。これら全てがリアルタイムなので、ちょっとしたミスが命取りになりかねない。指揮官として冷静な判断をしよう。艦隊にはフォーメーション、つまり陣形がある。攻撃を優先するか守りを固めるかは君の判断で決まる。陣形によってマップ上の艦隊表示が変化するので、敵の状態をよく見ながら決定を下そう。これは集中攻撃型の陣形。戦力を一点に集中させているので、破壊力があり大軍の中央突破に有効だ。包囲攻撃、敵を3方向から囲んで攻撃するので、中央突破を狙ってくる艦隊に有効な陣形だ。そして防衛陣形、その名の通り守りを最優先させた陣形だ。ただし中央からの攻撃に弱いので注意が必要だ。最後は攻殻応戦、戦力を最も効率的に使えるマルチタイプの陣形。ただし背後からの攻撃にやや弱い。このゲームの目的は与えられたミッションによって異なってくる。ミッション1では戦闘で不足したリーダーパイレーツの物資を補給しなくてはならない。目指すは敵の補給部隊だ。マップを見れば敵が青いマスの集中した地点にいることがわかる。こんな場合はすぐに攻撃を仕掛けない方が賢明だ。牽制しながら青いマスをより多く取らせ、弱ったところで一気に叩こう。ミッション2は敵の防衛艦隊を倒し回廊を突破することになる。敵のドック惑星を奪い取る目的のためだ。なおこのミッションでは自分の艦隊が2つ与えられる。複数の艦隊を持った場合、進路をうまく取り敵をマップの隅に追い込んでいく攻撃方法が有効だろう。ただし敵の動きや陣形をよくチェックしておかないと逆に回り込まれる可能性もある。焦らず慎重に行動することが大切だ。スーパーファミコンマウス対応で操作も簡単。君の戦略が全てを決める。頭脳と勇気が要求される知的シミュレーションの決定版。壮大なスケールとドラマチックなシナリオが熱いバトルを盛り上げる。君はこの宇宙を制することができるか。創世紀章、防具。95年3月、戦いは始まる。強靭な体と優れた頭脳の持ち主であるチームリーダー、キャプテンコマンド。腕のパワーグローブからは電気と炎を放射、その威力は絶大である。異星からやってきた謎の人物、ジェネティ。常に冷静沈着な彼の武器は敵を溶かしてしまう特殊な薬のついたナイフ。忍術の使い手で武神流忍法の継承者、翔。彼の武器、日本刀は優れた切れ味を誇り敵を切り裂く。優れた知能を持った赤ちゃんで自ら作ったロボットに乗って戦う、フーバー。彼のロボットは巨大なパワーを誇り、しかもその動きは機敏。他にもこれら4体のキャラは投げ技や連続技、敵ロボットなどを利用することにより展開を有利に進めることができるほか、2人同時プレイが可能。友達と協力してのバトルを楽しむことができます。スタート直後は雑魚キャラが多く、技の練習には最適です。しかしステージが進むごとに敵キャラの難度も上がっていき、より高度なテクニックを必要としてきます。
ステージそのものもバラエティに富んでおり、今流行のアメコミ的な世界観に日本かぶれのステージや会場戦などを加え、迫力あるステージ構成となっています。また画面上には随所に武器アイテムや得点アイテム、バイタリティ回復アイテムなどがあり、プレイヤーをサポート。これらのステージを舞台にバトルチームコマンドの白熱した戦いが展開されます。果たして君はこのバトルを制し、犯罪超人たちの野望を阻止できるか。スピーディーに、パワフルに、多彩な技が超ド級のパワーで炸裂する。君のバトルテクニックの全てをここにぶつけろ。世紀末、東京。あの悪夢が再びよみがえろうとしていた。ファミコン版女神転生1と2をカップリングしたスーパーファミコンソフト、旧約女神転生、95年3月登場。アナザバイブルは全体マップ上を移動してフィールドマップやタウンマップへ移動します。フィールドマップは戦闘用です。ある時は薄暗い洞窟に入って石板の謎を解いたり、またある時は盗賊のアジトへ踏み込んで狩猟と戦ったりします。タウンマップ内は普通の RPG と同じように自由に歩き回って買い物をしたり情報集めができます。中にはカシエルと共に戦ってくれる者に出会うことがあります。仲間になる者は全部で14人。フィールドやタウンなどでプレイヤーが来るのを待っています。それとは別に魔獣に話しかけて交渉がまとまれば仲間になってくれます。魔獣は成長すると別の魔獣へ進化します。仲間になった魔獣は大切にし、強力なユニットに育てましょう。アナザバイブルの戦闘システムは、敵味方がワンターンごとに攻撃するのではなく、ワンターンの中で素早いものから順番に攻撃できます。リアルアクティブターンシステム、通称ラッツというシステムにより、スリリングな戦いをお楽しみいただけるでしょう。そしてこのゲームには21あるマップの中に必ず一つの隠し要素があります。それを探すのもこのゲームの楽しみの一つです。貴重なアイテムを見つけることもあるでしょうし、究極のバイオ合体という幻の合体にお目にかかれるかもしれません。あなたはいくつの秘密を自分のものにできるでしょうか。さあ、いかがでしたか。ドラマチック要素盛りだくさんのファンタジーシミュレーション RPG アナザバイブルは、95年3月中旬、予価5500円でアトラスより登場です。お待たせしました。アーケードでも人気爆発、大好評のスーパーリアルマージャンカスタムシリーズ、最新作が早くもスーパー CD ロムロムに登場よ。今度の女の子たちもとってもセクシー。君はこの刺激に耐えられるかな。超可愛い女の子たちが勢ぞろい。スーパーリアルマージャン P5 カスタム。今回はある女子学園に麻雀同好会を作ろうとしている3人組が君のお相手なの。
それじゃあ早速紹介していくわね。よろしくお願いします。遠野瑞希です。さあ早速始めましょう。最初のお相手はショートカットの瑞希ちゃん、頑張ってね。今回もプレイ中のビジュアルイベントがいろいろあるのよ。例えばハットテンパイね。こうしてリーチがかかると瑞希ちゃん頭抱えちゃってる。かわいい。さあなかなかいい街だけど上がれるかしら。相手の捨て牌を見逃さないようにと。やったー、出たわよ。さあお待たせの脱ぎ脱ぎタイム、行ってみよう。いらっしゃいませ。どうぞお上がりください。続いてはちょっぴり控えめなあやちゃんの登場よ。こっちはチーズ狙いね。頑張ってよ。あら、リーチです、ごめんなさい。まあ、なんですって。こっちが大きな手を狙ってるっていうのにリーチですって。許しません、お姉さん絶対許しませんわ。意地でも上がってあやちゃんをお仕置きしてあげなさい。さ、頑張るのよ、負けないでね。よし、詰まった。詰まどんなもんちゃい。そして最後は見かけより体は大人のアキラちゃんね。おっと早くもテンパイ、早速リーチね。そんな困った顔してもダメ。つの、わあ一発つまよ。わーお、よく早熟だねって言われるの。セクシーシーンの連続でドキドキワクワク、君はもうピンピンピン。チームバトルモードでは歴代人気少女も総出演。これをやらなきゃ男の子じゃないぞ。スーパーリアルバージョン P5 カスタム95年2月、美少女たちがやって